見たことないんじゃないですか、これ。これ日本で1台しかないって言われます。やめてください、そんなこと言うの。家にある皆さん、ストーブとは訳が違います。業務用の超広いところを温める用のストーブです。ここがめちゃくちゃ熱くなります、ここも熱くなります。後ろはわりかし平気です。そしてですね、これスイッチがここにあるんですけど、もうつけてみます。いいですか、スイッチオン。はい、皆さん火力をとくと炎上がる。おーい、燃えております。はい、これね、扇風機みたいな感じで中が回ってんのかな。火がブー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 出ております。ある程度距離取っていないとダメなぐらいの業務用のストーブなんですよ。これね、やばいぞ、本当にこの威力が。こことかさ、火漏れてるの。すごいストーブなんですけど、今度こちらで料理します。わー、という感じで本日こんなヤバいストーブを用意したんですけど、オリジナル料理選手権です。皆さん食材を各自買ってきて、ここで料理するものを決めてると思います。よっしゃ、この前で料理をして、よりちゃんと料理が出来上がって、なおかつ美味しい人が勝ちです。うえー、でですね、思い出話させてください。おー、昔イベント会社みたいなところで働いてたことがあって、その時にこのストーブでずっとあったの。もうこのストーブずっと使ってて、寒い時とかこれつけて、思い出のストーブなんですよ。僕昔この前で温まってたんですよ。プライベート用の服着てたの、コート。そしたらね、コート燃えちゃって、背中からポーって燃え上がっちゃったこのぐらいの距離でやってたら燃えた。熱っ。でもね、本当にこれぐらいの距離で燃えたら熱っ。でも危ないですよ。だから絶対に人なんか近づけちゃ絶対にいけないんですけど熱っ。というわけで、皆さん何の料理かを紹介していきましょう。はい、じゃあ、はい、行きますよ。行きまーす。本当ここ手でくれたら、あのくっついちゃう。いやいや、やめて。燃えてくっついちゃう。ビタッてくっついちゃう。うわー、ピタッと選手権。熱ーい。翔太さん、お願いします。はい、でーん、カサゴです。魚、魚一匹、ほら見える皆さん。一番無理そうなの来たわ、急に。そう、鮎の塩焼きみたいに焼きます。一番無理そうなの来た。なんで、いけるでしょ。爆発。おお、何、すごい怖い。ててきょうすいちゃん、なんで爆発するって言ったと思ってててじゃあ、エイジ君お願いします。はい、ラーメン。エイジ、ててよし、僕はね、こちらピッツァ。みんなしっかり。イタリアに行ったんですよ。イタリア、イタリア、ポテル。その時に職人さんがね、こうやってたピザを。わ、本当に。そんな、そんなもんだって、映画の世界だよね、そんなくる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 こう手出ましてね。いや、びっくりした。いるわけない、そんなもん。わって、こうやって、こうやって、こうやって、あー、ピッキー、パシュー。おー、ちょっと巻き込まないでください。ついていけない。テテテテテテ。ということで、僕がピッツァを。なるほど。え、どうやって焼くんですか。確かに、焼き方どうするの。まあ、これ普通に鉄板とは置いて調整して。いや、でもさ、下から向きじゃないよ、横から向きに。そうでしょ。でーい、キョウちゃん。テレテテテテテテテ。私ですね、はい、この企画やるときみんなにね、もう伝えてることがあるんですけど、何年間もこのストーブをこの前で温め続けました。僕が何を考えたでしょう。あの時、前でベーコン焼いたら絶対うめえな。ベーコンとプチトマト買って、ベーコントマト巻きをやっていきたいと思います。なるほど。僕ね、焼き鳥屋さんで一番何が好きかって言われたら、ベーコントマト巻きなんですよ。いや、うまいね。つくねって言ってもつくね言ってなくね。違うでしょ。僕がね、いつも行く焼き鳥屋さんがね、夜ね、みんなをね、たまに連れてく焼き鳥屋さんがあるので、ね、そこでビール飲む時に、ここのつくねはうまいよって言って紹介するんだけど、つくねだけ食べるんだって言ってない。しかも俺がよく連れてくお店、ベーコントマト巻きないし。あれ、でもつくね好きでしょ。もうつくね好きだろ、すごく熱ーっ。あー、クマ、あれ、チャーハンね。おい絶対ダメだ。絶対ダメだ。チャーハンです。最近ね、ショートとかでね、僕がね、みんな選んだものでチャーハン作るかやってます。僕、チャーハン以外の料理が作れないんです。具材混ぜて1回のこと思ったら、出来合いのものチャーハン、出来合いやってるだけだから。ヘンリーどうする。俺、ちょっと待ってて、ちょっとね、片手使えないからこれにしました。おにぎりです。これね、焼きおにぎりにしちゃう。そう、焼きおにぎりにするんだけど、もし仮にね、これ手でこうやってやっても熱くて、ってことはそういうことにならない可能性もあるってこと。あ、そう。でも一応っていうか、仮って話だよね。そう、一応万が一できなかった時には、そのままそう美味しくいただけるように。万が一、万が一の話。
ただでさえ説明大変なんだから、ね、でもそんな説明が、あっちという感じで、各自食べるものの調理をする準備をしていきます。ついにここでベーコンを焼けるなんて。私、本場のイタリアから直輸入しました、こちら、耐熱レンガです。お、耐熱レンガ、はい、これ、イタリア産なので、本場のレンガ、本場のレンガです。僕は油バーンやって、鉄板中ってバーンです。僕はね、これ、火に刺して焼きます。いやー、ちょっと楽しみだな。ねえ、やばいよ、見て。そんな騒ぐことある？見て見て見て。ね、絶対美味しいじゃん、これ。で、3本つけると火を通しにくいかもしれないんで2本にしといてちゃんと塩を振ります。待って、絶対美味しいのできちゃうのこれ。すげえ。なんでなんで。いや、めっちゃうまそうだから。リアクションしたいのとりよみたいなリアクションで言わなかったのかな。エイジのそれ超邪魔なんだけど。あら、怖っ。いや、魚マジ怖い。丸ごとの魚を串刺しにして焼こうって。うわ、すごい、すごい汚れそうだよ。いや、臭いです。実は俺、準備するのになっていた。内臓はね、取ってあるから。内臓取ってあるの。そう、美味しいのはできそうです。僕はですね、これで焼きます。ちょっと待ってください、本当に美味しいのにいきますよ。エイジそれ、どうやって焼くんですか。そうなんだけど、エイジすごいかも、ちょっとエイジのすごくない。エイジ一番時間かかるんだな。確かに。もうじゃあ、やるときだけやってきますか。うん。何しに来たの、そんな原始人みたいな本物を持ってきて。立ち振る舞い原始人じゃねえ。待って、でもさ、カサゴってさ、焼いたとしてさ、丸焼きで食えるの。あるじゃん、カサゴの塩焼き。え、すごいですよ。やばいやつ多いな。それではもう料理できる人はしていくっていう感じでやっていきます。いきます、スタート。おお。いや、けどいい感じじゃない。じゃあ俺いっちゃいます。焼きます。あ、焼けそうだよ。俺結構場所取るから後にする。うわー、それ大変そうだね。こんな網は便利用でしょ。そう俺ちょっと一個いくわ。ほら、湯気出てるもん。ほらほらほら、レンガいいっすか。レンガ結構近いね。大丈夫。あ、ベーコン焼いてる。見て見て、念願のベーコン焼き。ここで今まで想像してたけどやってこなかった。すげえ、パチパチ言ってるベーコン。え、すごくない。早いな。ずっと夢見てた。これピザやばいぞ。熱い、ちゃんと熱っ熱っ。マジで熱いじゃん。処分、カサゴ焼けてるじゃん。煙出てます。ほんとだ。ちょっと焼き色ついてない。え、パチってやった。ベーコントマト巻き、うまそう。熱っ。いや、俺マジ熱いよ。やばいだよ。熱い。いいかー。すげえ、すげえ、すげえ、できてる。すげえ。で、おにぎり遠くね。あー、でもピザ、ピザがね、ちょっとチーズジュクジュクしてるよ。これがイタリア産のレンガですよ、皆さん。俺がピザ窯やった時のやつだな、これ。そうだよ、ホームセンターで買ってきたやつだよ。で、見て、汁出てきて。本当だ、肉汁垂れてる。で、俺もなんか、皮膚がブニブニ嫌なんだよ。嫌だ、ブニブニ。あ、燃える、燃える。危ない、危ない、危ない。燃えた。串がいっちまった。串いっちゃったよ。でもできた。やばそう。おー、うまそう。ちゃんと焦げてる。超いいじゃん。ちょっと食べて。いきます、いただきます。うわー、どう。おめっちゃうまいな。わー、来た。めっちゃうまい。うまそう。あ、チーズ溶けてきてる。ほんとだ。いいね、いいね。そろそろひっくり返してあげたいよね。おい、どうしたの。いや、どうしたのじゃねえ。油跳ねてんだよ。はい、食べる人。はい、はい。じゃあ、クマとヘンリーから。はい、あー、はい、もらっていいっすか。うまっ。熱いよ。いただきます。いいよ。うまっ。ちゃんと強火でカリってなったベーコンなんですよ。じゃあ次、将軍とエイジの作るの。おーい、あ、ミリの船でこれ落ちちゃうわ、身が。えい、エイジちゃん、ちょっと生地焼き色ついてきてない。ほんとだ。このストーブ、カリ君やばいから。やばい、この距離で料理出来上がっちゃうんだから。
まるで機械のように回転する。均一に火を通していく。6年、7年越しのね、感動だよこれ。ね、動画で今考えてるよ。小林さんに送ろう。小林さんに送ってあげて。小林さんに送ってあげて、マジで。小林さんにずっと見てた。でも小林さん、素性バレるの嫌いだから。あ、エイジ。え、どうした。ちょっと生地焦げてる。本当だ、焦げてる。ちょっと回した方がいい。うん。ベーコンとバトン、食べました。イエーイ。えい、じゃあ、紹介から。うまっ。エイジ、うまっ。熱いよ。あ、うまい。本当かどうか分かんない。早すぎて。でも、待って、俺チャーハン行っていい？どうぞ。下からの火じゃないから、チャーハンって火が消えると思ってるでしょ。あ、これ手前でスタップ用に焼くね。油を熱して鍋をまず簡単にします。油なっ。このね、ギリギリの、ギリギリのこの感じで焼いてるんですよ。この超危ないんで真似しないでください皆さん。いやちょっとこれ人気で嬉しいな。いやいいねこれ。トロトロおにぎりも、おにぎり火通ってないよ絶対。ちゃんとね、ご飯パッサパサになってきてる。熊のパチパチ言ってるね。そう、あのちょっとね、油がね、熱通ってる。あのさっきサラサラしてる。ほら油がサラサラしちゃってる。本当だ。あ、ちょっと煙出てる。ちょっと煙出てる。ていうか油入れすぎじゃない？いやもうこの油の量、ちょっと絶対手危ない。めっちゃ熱い。危ないかも。待って待って、もうちょっと話した方が絶対危ない。ちょっとどうしよう。ちょっと順番から熱い。じゃあ待って、これ調理方法的に俺優勝じゃない？いや超いい。お、あ、袋ごと入った。あ、ぐちゃぐちゃいってる。すげえ。今だ今だ。すごいすごい。うわ、まあ、凍ってそう全然。やだやだ、なんか凍れそう、凍れそう、凍れそう。ないでね。ええちゃんでも良くなってきてるよ。あら、そりゃそうだろ。そりゃそうだろ。あちぇ。でもジュージュー言ってんのいいね。ね、ジュージュー言ってんのよ、ちゃんと。ほら、ほら。あ、すごい、ジュージュー言ってる。この光景ウケません、これ全部。でも、お魚さん火通ってないよ、感じ。待って、兄貴のピザめっちゃうまそうなんだけど。ほら、兄貴。おいし。じゃあ、スタッフにもあげます。えい。じゃあ、豚汁くん1個。どう？うまっ。これ大当たりだよね。マジうまくない？これ、これこの企画じゃなくてもやろう。この企画じゃなくてもやりたいよ。うまい。やばいよねこれ。兄貴が僕のチャーハン炒めてくれてます。何しに行ったの？超熱いじゃん。いや、任せてんじゃん。兄貴はやってくれるって言うから。ねえ兄貴、お緊張した。俺はもう中華の鉄人モードだよ。チャーハン作ってる間にピザ結構すごいことになってます。だってピザ普通にうまそうなんだけど。ピザすごい。ピザちゃんとできてる。じゃあ作ったチャーハンいただきます。いただきます。和膳チャーハン、これも食べさせて。いただきます。ぬるぬるいし、油っぽい。油っぽくない。エイツさん、多分奥のピザ出来上がってますよ。確かに、ちょっと焦げてきてる。おー、うまそう。ピッツァの完成でーす。高い高い高い。すげー。ちょっと切り込み入れてちょうだいよ、みんなに。あ、どう？うわ、めっちゃいい匂いする。え、めっちゃいい匂いする。あ、ピッツァマルゲリータ。おー、ピッツァマルゲリータ。イエーイ。おー、ガチな声だった。うん、作った声じゃなかった。うまい。こちらピッツァ、いただきます。だんだんね、耳がカリカリしてる。ラストいただきます。耳がちゃんとカリカリしてる。いきます。どれどれ。うまいんだよ。もう、うまっ。そう、外カリッとしてて、中ふわっとしてて、チーズうまっ。ストーブでピザ焼けるんだよ。じゃあ、同じで。じゃあ、油っぽかった。俺も聞いて、思った。出来合いじゃねえかよ。違う、お前ば。ちゃんと釜から作ってんだよ、こうやって。お前だってそこら辺の家から鍋持ってきてやっただけじゃねえか。ちょっとお魚、そろそろいいんすよ。そこに、お魚じゃ食べてる。はい。お魚拝借。熱すぎて食べないわな。これもお魚。はい、お魚の方、いただきます。身が出たも美味しいんだけど、味付けがないから。うん、いただきます。
結構身はほらホクホクしてるよ。あっちな今日。あ、うまいよ。よかった。確かに身プリプリしてる。うん。またいただきます。うまいうまいうまい。いけてる。ちょっと塩をおにぎりして。おにぎり。おにぎり。おにぎりむず。ゆでこのおにぎり出来上がりです。はい。そこそこ。いただきます。やっぱ火通したら絶対美味しいけど。うまい。でしょ？美味しい。普通になんか美味しい。あ、うまい。うわぁ、うわぁ、一番美味しそうな。じゃあ僕にもください。あ、しなさい。結果発表。全部美味しかったよ、結構。このさ、火力すごいんだよ。すごい。前で料理できるっていうのが証明できた。さすが。嬉しい。ずっとこれで料理できるって思ってたもん。叶ったの。念願ですよ。っていう感じです。はい、今から自分の以外の一番良かったなと思う人を提査してください。決まってますか？はい、大丈夫ですね。それでは業務用ストーブ料理選手権、一番良かったと思う人は誰でしょうか。せーの。え、4秒入ってエイジピザの勝利。おピザ屋の兄貴。いや、ピザマジうまかった。ちょっとね、びっくりした。あとでできたっていう感動もあったし。そう、できたんだと思ったもんね。ちゃんと焼き加減がすごい、ちょうどいい。あのね、ピザってストーブとか本当ピザ窯使ってやるイメージなんだけど、なるの。いや、本当に良かった。イタリアまで行って本当にね、あのね、ここまで中枢でいかって本当に苦労ばっかだったんですよ。いや、もう天国の親父まですごい喜んでると思います。はい、親父動画見てんでしょ。何か演技悪いこと言うのよ。エイジ誰だっけ。よ、ありがとうございます。確かに魚も美味しかったんだよね。そう、美味しかったんだよね。魚も美味しかったから魚もいいなと思ったんだけど、ちょピザがあの俺のベーコン巻きと将軍のうまい魚も差し置いてトップになった。一応2、3、4決めとく。いや、いいよいいよ。気になるの。気になる。俺もどっちかで言うと思う。どうせ分かってるから気になるんだけど、動画的にやった方がいいから。やんなくていいと思う。やめる。どうせ、どうせ将軍東京じゃんで2位争いして、ここでビリ争いするって。もう一回プチゲで俺がビリだから。あ、いった。広場がいたから。びっくりした。何のことがあるんだろう。ランキング一応決めときますか。はい、そうですね。じゃあエイジの以外で良かったと思う人。はい、いきます。せーの。だー、俺将軍なんだよね。じゃあ今度キョンとエイジ以外、自分以外で美味しかったのがあると思う人。せーの。いや、将軍だよね。じゃあクマビリー。第3位の将軍が変に刺したのがビリーだよ。いや、でも分かんない。俺が分かんない。いい、最後までやる必要ないから。それでは4番目に良かったなと思う人、見せます。せーの。全然ビリコくんです。いや、そんな出来合いのもんでサボろうとするから。そうだよ。出来合いのもんでサボってはいるじゃん。いや、俺はサボってない。どっちかも分かる。いや、いい、それいい、それやだ。それやだ。やだ、慰めんな、マジで。いや、しょうがない。ほら、悔しかった。いい、辛かったんだろ。いいよ、けなせ。辛かったんだろ。けなせ、けなせ。